コアンはショールームが得意な2人なんで。なんかこっちの方が明るいね、1人の方が。翔子が MC だったので、もう私は安心してお任せあれ、お任せあれ、お任せしたよっていう気持ちで、私はこんな感じでのんびりとやっておりました。しょうこちゃん頼んだっていう気持ちでね。しょうこなので。ねえ、痛い本当に口内炎が。口内炎がここに痛い。マジ痛い。お薬塗ってない、何も塗ってない、放置してる、放置してる。ここに、ねえ、ルームウェアどんぐらいで売り切れてたんだろう。でもイコタイム始まって7時から、お互いというかどっちも7時からで、何分か後とかすぐに完売だよってコメントが来てたので、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないんですけど、すごい どのぐらいのあと個数があったかとかも数量限定だったので分からないんですけど、そう1分2分、しかもあれなんか1人なんかさ、さっきアモさんホームページ見たらさ、1人ずつなってたんよね。なんか普通にあれかと思った、全員で1個みたいな、1人ずつのやつがあって、そう1人ずつなんやと思って。知らんかった。お揃いにしてくれたの、夫婦が来てるとこ早く見たいよ。イコタイム見てたら売り切れてた、マジ。そっか、それぞれのチェキがあるから。S1 分くらいでしかなかった。 S の方が人気だったんですか、 S 人気、どっちが人気だったんだろう、分かんない。すごいね、 M の方が人気だった。再販ないかなってね、どうだろうね、ワンチャンないかな。わからない、全然わからない。そっか、 M のが人気なのか。いや可愛いもんね、欲しいよねあれは。なんか少しこう財布を覗いちゃうけど、自分のきっとね、みんなでも、いや可愛いって思うよね。あれはね、ね、だから私もそんなこんなに早く完売するって分かんなかったから、全然、まあ、どのぐらい個数があったかとかも全然知らないからさ、普通にさ、でもイコタイムがさ、ね、7時からだったからさ、普通にねツイートできないから、7時以降にしたかったから、普通にイコタイム終わってからやろうと思って、もう画像も昨日のうちから全部準備してたんですけど、告知をしようと思ってたら完売になっちゃったから、だから、でももしまた再販したらわかんないですけど、ゲットしてください。いや可愛いよね、本当に可愛い、マジでおうち時間がなんか幸せな気持ちになれると。でも昨日アンが配信で来てたから、そう、なんか生地の感じどうですかとか、動きやすいとか、透け感ありますかとか、うん、なんかサイズのことだったり、結構ねなんかいろいろみんな聞いてくれたりして、昨日いっぱいこうお見せできてちょっと良かったなって思いました。みんなそれでこう SM だったり、やっぱ可愛いなって思って
写真で見るのと違うなとかやっぱあるじゃないですか。まあでもこうやってショールームだと映像というかもうリアルタイムのものだから、ああこんなんなのかっていう風にこうみんな見て、それでもしねこうゲットしてゲットするって決めてくれた方がもしいたら、昨日の配信で来ててよかったなって思います。通販番組ね、そう通販番組してました。昨日前日の通販番組またでもお話し会とかでも来ますね。いやみんな、いつ届くんだろう、何月頃届くんだ。ハートいっぱい、うささんありがとう、デューありがとうございます。1ヶ月前後、なるほど。じゃあいつか届いたぐらいの話し会しようかな。そう珍しくいつも巻き下ろしばっかりしてる私がちょっとアレンジの髪の毛にしてもらいました。髪型をいつもこうやって巻き下ろしばっかしてるけど、ここにちょっとなんかなってたなんかおしゃれ、なんかちょっとこういつもとは違うファッションっぽい感じの、まあ、髪型みたいな感じで言われてて自由だったんですけど、なんかここら辺アレンジで、まあ、こういうなんかちょっとこういうのしたいですって言ってなんとなく伝えてやってもらいました。ルームウェアの生写真ね、なるほどね、わかりません。それは生写真欲しい声だった。なるほどね、なるほど、確かに絶対可愛い。自分で言う確かに。どうなんですかね、わかりません。それはでもいやパジャマは出ないんじゃないかな。どうなんだろうね、どうなんやろうか。まあパジャマが出なくても今後もこれからもきっといっぱい出ることでしょうきっと次何が出るのか、次はどの衣装なのかわからないけど、まあ、きっといっぱい出てくることでしょう常陽銀行のスーツの生写真もまだ待ってます。うん急に今出てきてもびっくりせん。祝祭の MV の生写真欲しい。でもいつも大体カップリングもどんどん出てくるよね、いっぱい出てくるんやない、待ってたら。わかんないけど、ね、どうなんだろう、あのね、もうどれが生写真なんだろうって感じなんだよね。アルバム終わったんじゃない、どうなんだろう。だって 24/7 とお値段目付いてたもんね。どうなんだろう、浴衣、アクスタ、いやアクスタに何がなるかわかんないけど、うん、まあ生写真もいつか来るんじゃね、わーがんねーわーがんねーけど、きっと来ますよ。わーがんねーけどな、アクスタは全部欲しいです本当にそんなの言ってくれて嬉しいよ。きっと来る、きっと来る、
あまり強すぎたかった？強すぎたか？ゴラブのものなら何でもグッズ欲しくなる。それなー、わかる。アンモ好きなグループさんのグッズ全部欲しいもん。撮影した後に今日何の撮影だったのってことはあるの？うん、それはないかな、あんまり。虹、レグルスタン、ありがとうございます。虹、虹が虹が空にかかって、なんかさ、この前この曲歌ってたじゃん、ショールームで虹いただいた時に。でそっからなんかこの曲聴きたくなって、この前楽屋でこの楽曲を YouTube で調べてこの曲流しよった、一人で。なんでそれ流してるんって言われた。パジャマの動画コメントよりさんだけ1分以上あって、マジ？ すげえ。私が一番最初に撮ったんですよ、あれ。確か。そう。私が一番最初に撮って、なんかさ、なんか絶対みんなカンペ見てたでしょって思って、私の時カンペなんてなかったんですよ。絶対さ、もう目の動きでさ、どこ見てんねんって思ったの。何人か。全員分見てないけど。そう。それでなんか最初アンが撮って、これまあアンナが基準になるからって言われて、でなんかまあいろいろ言われて、そう、それでなんか何秒ぐらいねみたいな感じで、そう、別になかったんですよ、アンの時は何も。でこういうこと言ってくださいみたいな、なんか好きなこと言っていいよみたいな。そう、それでなんかまあ言うこととかだけは言われてたけど、でもなんかあとは自由にみたいな感じだったんですよ。そう、それで普通に私はめっちゃいろいろ頑張って覚えて、よし行きますって言って撮ったんですよ。でこれから他のメンバーが撮る時にあんなの見せるねみたいな言われて、あ、分かりましたみたいな言ってたんですよ。そしたらなんかあれみたいな、なんかメンバーの見たらなんか目一瞬こうやったよねって思って 絶対じゃんと思って、いつから用意してもらったんだよって思いました。いつから用意されてんだって思って、動画を拝見しておりました。はい、ちょっとね、思ったでしょみんなも。そう、なんか私大体トップバッターか一番最後にされがちなんですよね、何でも。そう、よくされるんですよ。一瞬どころじゃない。思ったって みんな思ってて、ウケる。私自然と言うも何もなかったもん、何も見てない、何も持ってない そう、ゆうなちゃん、だるまツインテール、ありがとう。だからちょっとそれを思いながら動画を見ていました。そうなんだ、全然ね、全員分の動画はまだ見れてないから分かんないけど。そう、あんは今日更新されてたかな、昨日更新されたメンバーと今日更新されたメンバーがきっといるんですけど。そう、手の甲に書いてたやつ、それはもうなんかあんは、大抵カンニングするときは堂々とカンニングするタイプなんで。そう、私は「先生」って言って、ここに書く、カンペを書いて、私たちゴールラブとノットイコールミーは正々堂々と戦うことを誓いますみたいなのを、なんか結構長文とか言うみたいなやつで、萌子はちゃんと覚えたんですけど、私はもうさまさん覚える気ないって思って、そう、あ、これはもういいですか、覚えなくてって。もうわざと私はここに書くんでって言って、私はもうそもそも覚える気がなかったですね。萌子はしっかりと覚えてやってたのに、私はもうなんか覚えようとして覚えられなかったんじゃなくて、覚えようとしてないから、もう「ペンください」つって、あ、でもなんか右手だから左手書けないからっつって、メンバーに書いてもらったんかな。
分かんないけど、どうだったっけな。私は手に書いてこうやって「ちょうどいいんだよ先生」って言ったらここに入れるから、そうそうそう、だからいいカンペだった。いやでもね、覚えてるのよ結構ね、覚えてきたよこの4年間いろんな動画を撮ったり、もう本当になんか数多くのいろいろな本当さまざまなマジで動画撮ってきて、で別にカンペないこととか多かったり結構いろいろしてきて、私は結構やってきた方だと思いますよ、それ喋ってきた方だと思う。やっぱリーダーになってからはやっぱ喋る場所とかも増えたから頑張って、私覚えてるのこの少ない脳みそで、だからちょっとバラエティぐらいは遊ばせてはい、ライブくらいはいいじゃん。あ、ライブ間違えた、ライブじゃない、そうねだってあれは特典映像で楽しくやりましょうのやつだからいいじゃん。うん、だから本当にねめっちゃ緊張するの毎回ね。まああとまあ結構有メンバーって、まあ、指定されたりして結構まあ決まってることも多いんですけど、でも私もまあそれに結構入ることとか、まあ喋ることとかまあ一応多いんですけど、それで「はいじゃあできる?」みたいな、みんなで何して「あよしいける覚えた?」みたいな言って「はい」って「はいじゃあいくよ5秒前4321」ってシーンってなってる時はこうやってやられるんですよ。それでめっちゃいっぱいいろんなコメントを取っていくわけですよ。もうねめっちゃ緊張するの。もし自分が例えば3番目ぐらいに喋るってなってそれで噛んじゃったらもう一回1番目の子からやり直せない。だけ一番最初に喋る方が楽なんですよ、気が。自分が間違えたら別にもう一回自分だけがやり直せばいいけど、なんか全体でその撮ってる時に3番目ぐらいに喋るやつだったらその子は間違えたらもう一回また最初から撮り直しじゃん。だけめっちゃ緊張するの本当に毎回。そうでメンバーもみんなめっちゃ緊張してると思う。よし間違えないぞって、よし頑張って喋るぞと思って、まあ、全部が全部そうってわけじゃないけどなんか緊張してると思います。私もいつも緊張してる。そうよし間違えちゃあかんって言っていう風に緊張します。そうでも全然別に他のメンバーが間違えたってどんまいどんまいってなるし、みんな誰も怒んないしとか、まあわざと「おーいい」みたいな感じでわざとみんなで言ったりすることとかは多いけど、まあでも誰も正直怒んないんですよスタッフさんとかも誰も怒んないけど、けどやっぱ自分自身が嫌だし、自分自身でやっぱ勝手に自分で緊張しちゃうから、そうそうなのよ、難しいけど日々乗り越える日々乗り越えますね。あとはやっぱウィークエンドストロンとかそういう風に、なんだリリース期間の前ぐらいだと特にそういうコメントとかも取ることが多かったりするので、なんかアドリブとかやったら結構か簡単というかそっちの方がリラックスしてやっぱできるけど、結構言葉言う言葉がこう決まってたり、なんだろうちょっと難しい言葉だったり、なんか例えばなんだろうタイトルとかさ、なんか会社名とかもそうだしさ、うん、なんかそういうのだったらさ間違えられないじゃないですかそういうのって。そうとかなんかさこの前撮ってたミリニャと私とサナツン3人でのやつを DTB さんのやつをね動画を多分撮ってて載ってると思うんですけど、なんかそれとかも、まあ、なんか自分たちでなんかあれはそのコメントが大体こういう感じでって言われて送られてきて、でじゃあここ誰々ここ誰々ここ誰々ねみたいな感じ、まあ、自分らでなんとなく決めて、まあ、大体アンカー瞳がいたら最初の皆さんこんにちはとか最初ら辺はアンカー瞳が言うことが多かったりとかいう風にあって、で私がなんか結構その固有名詞と言いますか、そうなんかそのタイトル的なやつとかを言ってて、そうラブの4周年を記念したコンサートプレミアムイコーラブプレミアムアニバーサリープレミアムコンサートみたいなもう忘れちゃったなんだっけイコーラブ
アニバーサリープレミアムコンサート、フォースアニバーサリープレミアムコンサートだ。そう、めっちゃ練習したもん、一人でブツ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 唱えて練習しました。そうだから、まるまるをご覧の皆さんこんにちはとかは、その多分私とか瞳とかがいなかったら誰が言うみたいな感じになるけど、どっちかがいればまあ自然とどっちかが言う流れになったりするので、なんかもうみんなそこは臨機応変というか、もう分かってきてるというか、まあここはこれ誰々でいっかみたいなのがもうみんなこう一致するんですよね、脳内で。だからスムーズだし、でまあ瞳と、まあ、大体瞳が言ってるけど、それはそうでも瞳がいなかったら、いない時とかだと3人とか4人とかで撮ってたりね、していなかったら案外行ったりとか、どっちかですね。サプライズ発表の後ちゃんとタイトル言えてるよって、だってサプライズ発表されてる時にギャーギャー言ってるけど、ギャーギャー言ってるとともにやばいやばいって、ツアーのが何月にこれで会場はここでって常になんか一生懸命あの覚えようとしてるもん、その時もう何って、どこだどこで何日って思って、でタイトルがとかって言って、もうなんか覚えるのに必死よマジで。あの時後ろ向いてさ映像見るじゃないですか、あの時にウェーって言ってるだけじゃやばいんですよ。だって絶対にファーってなって私たちが振り向いて前向いた瞬間にいつもカメラ抜かれてることが多いし、メンバーも全員が喋り始めるってみんな思ってるし、きっともうファンの皆さんもそう思ってるし、私も喋らなきゃって自分でも思うし。だから 絶対にね抜かれるの、そこ。そう、もう抜かれてるって分かってるからまとめなきゃいけないのよ、サプライズが来た。だからあのサプライズは嬉しいけど毎回ヒヤヒヤしてます。毎回ヒヤヒヤしてる。そう、やーとか言いながら何日がこれね、 OK 減ったよみたいな感じで、まあ喋りつつ、まあ、みんながフォローしてくれてみたいな感じです。そう、だからもう私も頑張ってリアクションするか、もう教えてくださいって感じ、本当に本当にリアクションするから教えてください。最悪、本当に知らないです。知ってたら、この前もあの会場名、私結局あのその時まだイベントホールとかさ、コニファーフォレストって言葉とかもあんま知ってなかったから、あの富士急のねみたいな言ったら、そこは瞳がコニファーフォレストを知ってたからフォローしてくれたりとかいろいろして、もう私がもともと知ってたらそれ覚えてたけどね。だからね、最後に出しといてほしい、まだ。なんか結局最後のなんか何月何日どこ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 でコンサートみたいなのもちょっと後ろに出しといてほしい。そしたらそれ読めるやん。 そうでもないから、そう昔はね結構スタッフさんからの手紙とかもあったりしたけど、そうでも最近は手紙ってないですよね。昔結構手紙が多かったけど、最近は映像の方が多いので、そう。だからもういつもフル回転してます。でもツアーとか言われたらもう分からんよ。もうね、あの日にちとか会場は覚えられないじゃないですか。なんかなんとなくあの誰の地元誰の地元誰の地元って覚えるぐらいしか基本できないけど、それとツアータイトルとかぐらいしかね覚えられない。あ、でも逆に記者会見とかだとあの MC の方がいらっしゃるので、
あんまりこう私がなんだろう積極的にっていうか私がこう回していくっていうことはないので、逆にそういうなんだろうなこう配信とかやと、まあ、MC なことがあんま多いので MC とかしてて、で台本が基本的にあることも多いから、そうだからまあコンサートは正直なんか歌とかダンスとかがなんか緊張する、パフォーマンスに対して緊張するっていうのもあるけど、なんか煽りの時とかなんか大事な言葉をこれは絶対言わなきゃいけないみたいな、なんかノリね、なんだろうこういう裏話とかしていく MC は緊張しないけど、そういう絶対にこうあんま失敗できないような MC とか、あとはなんかなんだろうなタイミングを合わせないといけない時のなんか煽りとかそういうの方が緊張する。そうでも例えばなんかこうやってさ台本とか私が持ってるじゃん、でもう台本ってさなんかこうピンマイクとかだといいんですけど、例えばハンドマイクを持って喋んなきゃいけないって時に人間って2個しか手がないわけで、ハンドマイク持ってこうやってファイル台本持ってたらめくれないんですよページが。だからそれが本当に一番なんかあどうしようって思う時で、だからでなんちゃだもんねって言いながらこうやってめくる、でもちょっと乾燥してめくれない時もあるじゃないですか、まあ、そういう時になんかメンバーつないでくれてるとメンバーとかがいたらもう本当にありがとうって思うし、もうつないでつないでつないでって思ってるそうつないでつないでつないでーって、そういう時になんかマジで人間は腕がもう一本欲しいって思うよね。マイクもね一番思う、そう腕が欲しいって思う瞬間ナンバーワン、腕三本にしてくれって思う瞬間ナンバーワンなんですよ本当に。ハンドマイクと台本持つ手と台本めくる手、指サックなんかはめるやつ私がさ MC 中指サックつけて出てきたらもうめっちゃおもろくない、この子めっちゃ MC やる気満々じゃんって思いそうふだん3本目の手はなんかいらん時はしまっとく、いやダメよあのねちょっとあのダンスをもっと振り覚えないといけなくなるじゃん腕が3本だったら、だから普段はしまっとく、 MC の時しか腕は出てこん、しかも台本持ってハンドマイクの MC の時だけ3本目が出てきて、それ以外はあと髪の毛を乾かしている時とか、そういう必要な時だけ出てきてほしい、でもそれ以外は出てこないでほしい、逆にダンスを覚えることが増えちゃうからやだもうパンクパンク最近私たちパンク状態だから、そろそろ頭破裂しそう。頭破裂しそうなんです最近本当に。必死でございますみんな。楽しみにしててね。
シトロンのイスイード、まあでもシトロンは慣れてるから、そう。まあでもさ、コンサートって何が大変って、既存の振り付け、歌とかダンスとかは基本的にそんなに変わらないですけど、やっぱり立ち位置がすごいやっぱ変わることが多かったりするんですよ、コンサート、大きなコンサートって、うん、とかなんかその立ち位置が変わったことによって振り付けがいつもは右だったのに左にのバージョンになるとか、結構イコラブは複雑なことが多くて、そう、まあでもどこのグループさんもそうだと思うんですけど、立ち位置によって振りがみんな本当に全然違ったりするし、左右対称の振りとかも多いから、でその場所がどんどん変わったら、うん、振り付けも逆を覚えなきゃいけないとかいろいろあるんですよ。だからまあそういうコンサートではそういうのを覚え直したりする、もういつも染み込んでる、いつもやってる一番のオリジナルが一番やっぱり体にも脳にも染み込んでるけど、それを崩していって覚えていかないといけないとかっていうのもあるので、だからね。あとでもこの前のあの横張りの時なんて初めてあの外周があって、でも外周の距離感とかってレッスン上じゃ絶対に表せないし、そうめっちゃ難しかったのが、こうやってね、あの時はこうステージが、うん、レッスン上がこうだとするじゃん、で普通にこっちがね前で鏡がここについてるとするじゃないですか、ここにね、そしたらこういつもはこっち向きでね、普通にみんなで歌って踊るだけなんですよ、レッスンって言っても。だけどそういう横張りのコンサートってなったら、ここにこっちに本番のね本ステって言って一番大きなステージ、そしたらここに外周でこっち側とこっち側にどっちにもこうやって花道みたいなのがあるわけですよ、でこっちにもう少し小さめの B ステージ、もう一個のステージがあるんですよ。そうだから練習が難しくて、例えばこの楽曲はいつも通りここの本ステージで踊るから鏡向きで普通にやりますよって、でもこの次の曲からは花道をね、外周の花道を使っていくので、そう続いてはこっちを前にして、狭くなっちゃうけど、そうこっちでやって、ここに外周あるからで B ステージだからって言って、こう向きを変えながらレッスンしていくんですよね。そうで次はなんかここ B ステージがあるじゃないですか、で B ステージになったらまた B ステージ向きでやったりすることもあれば、こっち向きで大きい B ステージとして使ってとか、だから今ここはどこ、ここは B ステージね、うん OK とか、これはどっち向きの、どっち向きの 花道みたいな、外周みたいな感じで、もうすごいねみんなでね必死でしたその時そう、それでなんか一番あれなのが、なんかねいつもリハーサル、例えばこっちをこっち前でリハーサルやってるんですけど、でも最後のなんか通しリハーサルみたいな、いっぱいスタッフさんとかが来てくださってリハーサルするときはその鏡をなくすんですよね、でスタッフさんたちはこっちに座ってるんですよ、こっちが入り口近いからこっちにブワーってスタッフさんがいらっしゃるから、こっちを前にするのよ、もうね難しいんですよ。だから脳をすごく使います。だっけ、なんかあのコンサートの前ってだいたいツアーとか全部そうなんですけど、まあ、体力は使うけど、体力を使うのやっぱり本番で、本番とあとは通しのリハーサルとかだけで、基本的に演出のレッスンの時とかは体力を使うっていうよりかは、なんかダンスとか歌を全力でめっちゃ練習してるっていうよりかも、覚えないといけないこととかの方がすごい多くて、そうだから結構ね脳をめっちゃよく使ってます。体力はもちろん使うけど脳みそをすごく使うので、そう想像しながら、今私は A のステージいる、本ステにいるんだなとか、 B にいるんだなとかで、 B ステ向きで踊ってるんだなとか、本ステ向きで踊ってるんだなとか、そう横割りの時にもう本当に大変で、
そうだから、だからリンツのチョコレートが消費されます。でも今日見たらリンツのチョコあと残り2個になってました。いやでもなんかこう言ったらね、あじゃあもうこれは全員右に揃えるとかもうやっぱ決めていくんですよ。で誰かが決めないと、でも誰かがあの逆側の振りを覚えないといけないんですよ。もうそうだからもうね心が痛いのよいつも。そうとかじゃんけんして勝った子の方に振り付け合わせるとかいろいろしてます。マジで心痛いです。誰かしらがね不良を覚え直さないといけないからもう運なんですよそれは。なんかもう一個の大体コンサートでもう何箇所振りを覚え直してるかって言ったら、そうもう数えきれないぐらい実は振りを直してるから、そう結構なんかカノンとか多かったり、例えば1列目2列目3列目でカノンねみたいな感じで、例えばポーズ取るの一つでさえ順番があるわけで、でもそれの順番も立ち位置が変わると変わっちゃうから、そうでそれも全部決めていかないといけないし、右側の振りと左側の振りで全然やっぱやることが違うしね。だからやっぱみんなねそれができるようになって、昔じゃ絶対にできなかったけど本当にそれがすごいなって思います。今だからできるんだろうなって、昔の4年前の自分たちだったらマジで絶対にできないと思う。で欲張りの時にすごい思いました。でもやっぱ会場が大きくなることは嬉しいし、いろんなことができるのが嬉しいから、なんかそれをはステージを見た時とかファンの方が入ってるステージを見た時とかなんかライブしてる時に感じるから、そのレッスンとかなんか練習したりとか脳みそを動かしたりが本当に大変で、あもう本当に逃げ出したいっていう時も正直あるけど、でもマジでその本当に綺麗事じゃなくって、結局そのあもう無理かもって思ったり、もう覚えらんないって思ったりきっと何回もしてて、あもう今日逃げ出したいって、もう今日通しリハーサルだけどもう怖いからもう間違えちゃいそう、怖いからもう行きたくないみたいな、もう逃げちゃいたいって正直思った時とかもあったし、もうなんかリハは行くのも怖いなだったりいうふうに思うけど、けど多分それをステージに立ったらなんか洗い流してくれるというか、だからまたやりたいって思うんだろうなって思う。なんか多分それでステージに立ってなんかそれでもなんか大変だったなとかばっかしか思えなかったらきっとなんかもうその時点で自分はいないと思うのね。そうでもなんかステージに立ってそのなんだろう凄さを覚えるというかなんか楽しいなっていう気持ちを覚えて、あこの景色もう一回見たいっていうふうに自分が思えるからまたこうやってステージに立ってるわけで、そうだからなんかすごいなって、こんなに急に辛かったとか忘れられるんだって思います。
そばさん、タコさんみたいな怪物ありがとうありがとう。なんかこの一日だけのためにって思うかもしれないけど、最初はやっぱ思うよ、こうマジでこの2時間のために何日間何週間かけてきたって思うんですよ。でもこれだけかけてきてよかったって結局思うんですよね。不思議ですよね本当に。そうだからきっと4周年コンサートが終わった時もそういう気持ちになって、で次もまたイコノエフェスが終わった時にも同じ気持ちになってるんじゃないかなっていうふうに思います。だから一人でも多くの方に会場でも配信でも私たちのライブを見てほしいし、やっぱり虹たいちゃんありがとう。だからね、今は4周年まだイコノエフェスは販売されてないけど、そう4周年配信や現場会場でぜひ私たちの4年という周年をお祝いしてほしいなって一緒に。でもこの日はなんか固いというよりかは、まあ、別にコンサート別に毎回固いコンサートはないけど、コンサートの中でもお祭り感があっていいコンサートだと思ってて、お誕生日コンサートだからこれは。だからね、楽しんでいこうって感じです。でもやらかしたらね、ずっとステージ上にいたいって思う。逆に裏に帰ったら現実じゃん、怖いじゃん。別になんか「おい!」って怒られるわけじゃないけど、でもなんか多分なんか表にいた方があれやもんそうやらかしたら逆に表にいたい。間違えちゃったって言ってて、ファンの皆さんは「どんまい」って言うじゃん。多分「いいよいいよ」ってきっと言ってくれるじゃん。間違えてたのみたいないうふうにさ言ったりさ、なんか生物だからさってみんなはさ、多分私たちには甘いじゃんメンバーには甘くしてくれるやんか。そうなんですけど、ねえ、でも裏に帰っちゃうと反省しちゃうじゃん。だから誰かに言われるっていうよりかは、裏に帰ると反省度がやっぱ増すというか、そう表では逆に、笑ってね、それで本当にさ表でさステージに立ってんのにさショックすぎて本当にこういう気持ちになってさ、こういうステージしてたらさダメじゃん。なんか笑顔でいなきゃいけないじゃん、何があっても。だからさ笑顔で笑っててもいいじゃんね、そう乗り切れるじゃん。だからでもあるあるイコラブあるあるは、なんか裏に帰って間違えた瞬間、間違えたとこがもし自分とかで、それぞれが自分間違えたなっていうのがあったら、どこどこ間違えましたごめんなさいって大きい声で叫ぶみんなよく叫んでる先生いた瞬間手を挙げて、歩きながらどこどこ間違えましたごめんなさいって言ったら笑われるきっとこれよく見る光景とか、どこどこの MC 誰やーって自分らで言って、台本見て「誰々じゃないかーい!」っつって、その子「私だったごめん!」ってよくある。これそう先に言って自ら「ごめんなさい」って先に言うの、
自らごめんなさいをするの。言われるんじゃなくて、もう自分から言うの。そう、あるある。したらまあそこ間違えてたんだなって、まあ、その子も気づいてたんだなっていうふうにわかるしさ。そう、言われる前に先に謝る。ごめんなさいっていう。そう、だかなんかまあ MC とかでも、まあ、コンサートとかであんまないけど、なんかたまにその MC とかで送られてきてたけど、それを見てたけどなんか忘れちゃってたり、自分って理解してなかったりするメンバーとかがいた時とかも、で私が焦り始めるんでしょ多分 MC で。そう、それで誰も喋らんやんって思って、マジ誰って思いながら、とりあえずバーつながなきゃって思って、あの必死に喋るわけよね。だからメンバーもあれみたいな多分思うけど、誰もえで、いつもみんな多分え待ってこれ自分だったもしかしてって多分みんな心の中で思ってるんよ。で楽屋みんなで戻った時に、えあそこの MC 誰みたいな話になるんですよ。そしたらみんながえあれ誰みたいになって、それでもう誰も自分って思ってないから、誰もあの何私ってなんないんですよ。それでみんなであの台本見るやん。そしたらおい誰誰やないかいっつって、そしたらごめんなさいってなる。あるあるですこれは。大抵私、まあ一応ねあの喋り始めるから、あれやべえってなったらしたら、その子がごめんなさいって激しく謝りに来る。瞳なんて言ってたの？なんかそのでもいろんなメンバーあります。もうほんともうね、誰があるとかじゃない、もうよくあるから、うん、だから「おい」って言ってる。「おいてめえ!」って言ってる。わざと「おめえか!」っつって、それ「許したろ」って言って、わざとそういう口調で言ってる。「許したろ」とか言って、「おめえか!」って、「ここに犯人いたぞ」っつって。そうそう、もう楽しくやってるそういうことも。まあ別にそんなことでいちいち怒んないし。あるあるですこれは。あんちゃん何したら怒るの？え、あんちゃん？わかんない。でも多分私はそうだね、メンバーはあ、やばい、あんが多分怒るタイミングも分かってるから、あの子たちも。そう、まあでも私もね全然 MC でやらかすことなんていっぱいありますし、まあ、何度もやらかしてきましたし、みんなも手伝ってくれてるので、別になんかそれはなんかそうやってわざと「おいてめえ!」って言ってるだけで、そうお互いって感じです。お互いみんなそんな、うん、そうね。私がきっとだって言ってたじゃん、アンナがそわそわしてたから、そのアンが手紙とプレゼントをメンバーに渡す前もみんな口を揃えて、ああアンナが今日怒るのかなって思ったって。そう、私に多分注意されることもみんな分かってるんですよ。そう、分かってるから、そう、あの心当たりがきっとあるんですよあの子。そう、そうなんですよ。でも誰も多分あんのこと怖いなんて一言も1ミリもね思ってないので、そう、今全員いるがキーワード。
ね、やめてよ、そんなのいつも言うから。今みんないるって。ごめんね、ドキッとさせて。でもね、でもね、やっぱり全部を表に見せるのもさ違うじゃないですか。だから別になんか、だからなんか何を怒ってるんだとは言わないし、なんかどういうことで怒るのって聞かれるけど、うん、なんかそれを言って私が怒ったり注意した内容を言って、それがファンの方に言ったとしても、まあそれがさ、まあ、それ笑いながらね言ったとして、なんか言うのはあれかもしれないけど、でもそのリアルトーンでさ、私がさこういうことがあってさって言ったとしてもさ、それはグループのさ別にいい印象になるかって言われたらさね、別に言う必要はないじゃないですか正直ね、別に。そうだから、なんか何を怒るのってよく聞かれるんだけど、うん、分かる。でもそういうことはやっぱりあるでしょだから全部を全部、うん、見せれるというか、なんか見られたらまずいのとかそういうことじゃなくて、何に対して注意してるかなんてね、まあ知らなくてもね別にあれかなって思うから、そう、それが私がそれを怒ってることを言うことによって、それがメンバーのためになるかって言ったら、めっちゃメンバーのためじゃないと思うから、そう、なんか何を怒ってるとかではないっていうかですね。それはメンバー内でお互いが分かってればいい話だから。まあでもね、みんなそりゃね、怒りたくはね人間だからないけど、でも誰かがそれはしないといけない時だってまあきっとあるんだろうし、だからそうだ、言うからには、まあ、自分が一番できてないといけないからね、まあ、そこ難しいけどねそう、難しいよ。きっと何年やってもなんか難しいんだろうなって思います。まあでも別になんかイコラブはそんな、なんか言ったからってもうじゃあ嫌いみたいななるような、まあそんな何なんだろう、小学生の喧嘩みたいになるようなグループでもないのでそう、それにはそういう私がなんか言ったってそういうことにはなんないし、私も他のメンバーがそうやって言ったってそんなことにもなんないから、まあ別にそこに対しては心配も何もしてないですし、そう、でもそうかも、本当にリハーサルは注意するけど、多分例えばリハーサルでもうグッダグダだったらなんでって言うけど、なんでって本当なるじゃん。けど本番やったら確かなんか本番、まあ別に本番にそんなめっちゃグダグダってことはないけど、例えばじゃあリハーサルでそう MC がどうとかだったらえってなるけど、本番で MC がどうってなったらもう笑う全然そう、もう本番をスタートしたらね、もうなるようになるからなるようにしていかないといけないから、
まあ、私たちが一応アイドルとしてというか、まあ、プロという立場でやらせてもらってるから、それはね、だからアイドルとしてはそうかもしれないけど、でもきっとファンの皆さんもそれぞれのきっとプロなんだと思うから、プロのものが違うだけで、みんなね種類が違うだけで、きっとファンの皆さんもそれぞれのプロだからすごいんですよ。私たちがすごいんじゃなくて、だからそれぞれ本当にすごいなって思います。だって例えばお医者さんだったらお医者さんのプロなわけで、それって私たちには絶対にできないことだからすごいなって思うし、別にお医者さんだけじゃなくて、なんかいろんな方向での警察官だったりさ、ね、学校の先生とかさ、本当にいろんなプロがいるわけで、世の中にはそれがいて成り立ってるわけやから、私たちがプロって言ってもらえて嬉しいけど、みんなもきっとプロなんだろうなって、どこかしらのだったり、そのプロを目指して頑張ってるんだろうなっていう風に思うから、世の中はプロたちの集まりなんですよ。そのお仕事に特化してるわけだから。だって私には逆に何もそんなことできないもん。私たちにプロだねって言ってくれるのは嬉しいけど、みんなも人それぞれきっとプロなんだよ。わかる。そう、自分以外の職業を全て尊敬する。わかる。ポポちゃんのことなんて大尊敬ね、まあ、自分以外というか、でもアイドルも別に尊敬しますよ。私は他のメンバーのことだったり、他のグループさんだったり、それもまあ自分の仕事だけど尊敬するし、そうだから、みんな各所のプロたちなんだよ。真面目になっちゃった。でもね、ちょっと今日はね、そろそろもうちょっとしたら終わろうかな。今日ね、まだねお腹空いたんだよね。夜ご飯を食べてなくて、そう、昼も夜も、あ、昼はちょっとだけお菓子食べちゃったけど食べてなくて、そう、もうずっとバタバタしてて、で夜も家帰ってきて、すぐ結構ショールームだったので、エコタイムだったので、そうだからエコタイム終わって、自分の配信終わってからなんか食べようって思ってて、あの桃を食べようと思ってるんですよ。だからもう今からちょっと桃を食べるんですよ。だからちょっと今日はちょっとね、そろそろ充電が、あの充電が今あの 10% を切ってるんですよ。なのでちょっと充電が 0% になってピョーンって寝ちゃう前にバイバイしたいと思います。なんか最近何してるんだろう、毎日何で忙しいとかよくわかんないけど、なんかいろいろやってるのかな、なんだろう、でも何をやってるんだろう。まあやっぱ4周年だったり、まあ、ライブに向けてかなとか、まあ、あとそれぞれの仕事と、まあ、でもサイン会とかも多いか、お話し会とかも、と何してんだろうね、なんかいろんなことしてるねそう。
あとね木曜日ね忙しいの、なんかいつもそう毎週私がっていうよりかはなんか今日木曜日ですよね。そうなんか木曜日は個人仕事が多くてそうそうでなんか個人仕事がみんなそれぞれがあって一回でまあ今日も全員で集結はするけどその前後にそれぞれがそう多分イコタイムもあるしあのミーニャのラジオもあるしでも他にもまあ私も朝動いてたし他にもメンバー何人か動いてたし多分イコタイムやってる間も他のメンバー何人か動いてるしみたいな感じでそうだからメンバーが忙しいというかマネージャーさんが大変木曜日は大変って言ってたそう木曜日あるあるそうなんか一番曜日的になんで意外だよね木曜日ってたまたまイコタイムが木曜日になったっていうのもあるかな前より前違う日にちだったからそうそうまあでもなんか基本的には最近リハしながらそれぞれの仕事だったりグループでの仕事したりみたいな感じで生きてます充実してますとても充実している日々を送ってますでもなんか休みがありすぎるとちょっと嫌だからそうねなんで来週休みなのかないこたえも分かんないあサイン会かだからか夏休みはちょっと今は欲しいでもなんか何するんだろうって夏休みあってもだからでも何するとかないかも逆にそんなにやりたいってことはないそうだそんな感じで終わります終わります13位がトロさん12位がマツケンさん11位がニーさん10位がハタケさん9位がディッスン8位がユカリン7位がトモ6位がユシスさん5位がユーナちゃん4位がタイちゃん3位がキソバさん2位がタロさん1位がレグルスさんですありがとうございます1人目ウーマユちゃん2人目カズタカさん3人目たけしさんがランダムですワンチャン明日が朝配信かなちょっと可能性がありますわかんないけどまた会いましょうさようならじゃんけんしますせーのじゃんけんじゃんけんじゃんけんあでも5時6時とかではない そんなに朝じゃないですちょっとねまだわからないバイバイみんなさよならありがとうございました。